フランス、トゥールーズでのクリスマスマーケットドイツ、ドレスデンでのクリスマスマーケットクリスマスマーケットはドイツやオーストリアの都市の広場で行われるイベント。ドイツ圏ではほぼすべての都市、小都市で行われる。夜が長く天気の悪い冬のドイツの呼び物として定着している。さらにはヨーロッパ全体、世界中の多数の国にも広まり、開催されている。通常、期間は アドベントの4週間である。ドイツ語では、ワイナトスマークトというが、日本においては親しみやすい英語のクリスマスマーケットがよく用いられる。大きなクリスマスマーケットでは、広場の中心に巨大なクリスマスピラミッドが設置され、この周囲でホットワインやホットチョコレートが売られる。その周囲には、日本の縁日のように、 広場や通りに出店が並び、簡単な食事や土産物が売られる。中には、台所用品など実用品を売る店もある。出店は、日本のそれよりもずっと大きく、木造の家屋のような作りになっている。メリーゴーランドや観覧車なども設置される。ドイツの冬場は高緯度であることから、夜が長く天気が悪いので、華やかなライトアップが施される。クリスマスマーケットは、 ドイツやオーストリアが発祥である。最古のクリスマスマーケットについては諸説あり、確定していない。主な説に、1296年のウィーン説、1310年のミュンヘン説、1384年のバウツェーン説、1393年のフランクフルト説、1434年のドレス伝説がある。後には、ドイツ系の移民たちがこの習慣を、 イギリスやアメリカ合衆国へもたらした、博多駅前のクリスマスマーケット、ありがとうございます。